た4月から上京して初めての一人暮らしをしたよね。はい。それであなた歌詞とか分からずになんと炊飯ジャーを丸洗いしたって。本当？ねえ、してません。丸洗いしてません。聞きましたね。あんなこれバリバリ変えてたんですけども、丸洗いってことでビキーンって言ってましたね。あなた分かりやすいわね。どうやら丸洗いしたのね。丸洗いしてません。丸洗いしてません。いや、これ反応が丸洗いしてるわね。これも間違いしているということになると思います。じゃあ次の容疑を。はい。あなた今年33にもなるっていうのに掛け算の7の段が言えないらしいわね。そんなについてないですよ。言えるの？言えます。あら、あれ、あれ小刻みに声を入れてる。なぎささん、最初は耐えるんですね。そうですね、一瞬耐えるけど、グーンって言ってもう言っちゃってますね、これね。ちなみに7の段が言えない。なぎささん、言える？7の段言えるんですね。あなたすっと言えないわよね。じゃあすっと今言ってくださいよ、簡単に。71が7、72、7214。遅いのね。遅いわよ。掛け算の意味がないわ。7322。違うわ。違うつまずくのが早いわ。そうね、この件に関しては嘘は言いませんよ。そうね、言わしたらよかったわ。続いての質問お願いします。これは私本当にリアルに聞きたかったのよ。あなた最近ネットニュースでトロサーモンの久保田さんと噂があるわね。久保田さんが渚のこと好きって言ってるわ。楽屋でもいつも言ってるのよ、成功かけるために渚はどこだって。実は渚も好きなんじゃないの。渚、あなたはトロサーモンの久保田さんのこと好きね。好きじゃありません。今日一揺れてますね、ハリさん。めっちゃ揺れてる。好きよ。今日一揺れてる。もう一回質問して。ちょっと待って、これ男としての芸人の場合どっちもあるからね、うん、ちゃんと聞くわ。あなたはトロサーモンの久保田さんのことを男として好きね。男として見てません。見切った段階で今止まってましたけれどもね。そんな噂があるんですか。大好きやったで今あるんですよ。で特に久保田さんがすごい渚を可愛がってて、はい、もうほんましょっちゅうご飯に連れてくんですけど、はいはいはい、渚もなんか私から見て渚もなんかすごいなんか好意を抱いてるなみたいな節があったんで聞いてみたんですよ。渚さん、はい、これね結果出ちゃってるんですよ、嘘発見って。正直、はい、どうだ、これ私ばっか尋問されるのちょっと嫌やわ。あら、あ、じゃあちょっと一問だけ入れ替わってみましょうか、はい、いいですか。では聖子さんが尋問される側ということで一問いきましょうか。そんなの聞いてます。ここ座ったら緊張ドキドキするやろ。いや聖子さん本当に緊張、あ、準備が整った。もう、はい、平常心でお願いしますね、はい、それでは渚さん、聖子さんへの尋問お願いします。聖子、はい、お前ボケとかじゃなくてマジで聖子写真集を出そうと思ってるやろ。聖子写真集？うん、思ってるよ。思ってるって言ったら思ってるって言ったら自分にならないんで思ってるよ、思ってません、ブルン出すんかいみたいなことがあるけど、写真集出すのかい、出すよ、終わっちゃってるんですよね、これ。なんてことだから、それはどうでしょう。公表してるでしょ、私本当に、はい、そうか、本当にもう聞かなくないわ。そうか、秘密のことを尋問してほしいわけですよ。聞いてないですよって演技とかもしてるから私、はい、公表してないこと、公表してないことあったっけ。尋問ですから公表、もしくは、はい、実はこういうことなんじゃないかとか。アホすぎひんか、本人が嫌がるようなことですよね。そうそう、尋問ってのはね、公表してるから写真集出したいっていうのは。
はい、料理練習してる、聞く、料理しっかりやりましょう、尋問ですから、尋問お願いします。料理練習してるって言ってるけど、はい、してますよ実際はほんまに練習してる？してますなぎださん下手すぎるね、リハーサルじゃないんですよ、これなんだ、これダメなスタッフさんがリハーサルじゃないんですよ、本番なんだよ、いや、だから尋問でしょ、ほら、言いたくないよ、そう、だから私がこの前、あの男の人に初めてファンに、うん、ファンレターもらって LINE の ID 書いてたから、あの連絡したらご飯行ったとかや、なんで自分で言わなかったなんで自分で言わなかったの、尋問の時引き出すんですよ、あ、そうそう、こういうの言ってないやつを、あんただけが知ってるやつを自分で言うんちゃうから、 LINE 行ったんや、お客さんと LINE 交換してご飯行きましたか、行ってませんもう行っちゃってるんでしょ、これ行ったんや、ほんで執念で帰られたんや、びっくりしたわ